山本道場ゴルフ TV 山本誠司、私あることを撤回します。ということでね、実はまたこういうお話動画なんですけども、はい、この間ね、この私のこの手塩に育ててきた山本道場ゴルフ TV をまあしっかり最後まで、どこまでできるかということでやっていくということで、決めてもうあれから頑張ってずっと出演しております。はい。その上で、ちょっと私ももういろんなね、ことをね、レッスン動画の中で考えている中で、まあ五木選手、千里選手、まあ一緒に山本道場ゴルフ TV でやってますけども、今後についてなんですけども、はい、まあオーストラリアに行ったり今までずっとゴルフをやってきて、今後の前にゴルフってどうですか、楽しい、苦しい、しんどい、なぜこういうことを聞くかというと、まあ2人ともまあプロの世界を見てプロでやってみたいという中でいろいろやってるけれども、やっぱり他のスポーツを見てもね、やっぱりこうアマチュアの人たちがそのやるその感じとプロスポーツの人たちのやる感じはやっぱちょっと違うと思うんですよ、ね、プロになってからもその苦しいで、プロになるためにその頑張っているというその状況は、まあまずは五木選手どうですか、大変かっていうことですか、楽しく練習してますか、正直もう ほんまにそのまま改めて聞いたことはないけど、その苦しいですか、まあ、正直、まあ、苦しいですね。苦しいよね、うん、まあ、苦しくないわけないと思うんですけど、プロ、うん、だから我々も絶対プロゴルファーという方たちをもうリスペクトしているので、本当にこうプロのプレーを見たりとかした時に、自分がこういうこと足りてないなと、うん、やらないかんなと、自分がどれぐらい今できるのかということをあれすれば、考えればどれだけの練習がいるかと、うん、ね、いうことを感じればやっぱ苦しくなると思います。佐藤選手はどうですか。同じですね。苦しい。まあでも楽しいけど。でもあれですよね、こうほんまにちっちゃい時とか学生時代によし道場で練習に行こうぜっていうあの楽しさは、年齢が重なってもうそろそろ結果出さなあかんよなっていうことになってきたら、ちょっと練習苦しい時あるよね、うん、うん、それはまあ今私がこういうことになってしまって、今年もまたもうものすごいもう大激動の山本道場は山本家こうなってしまって、実際ね私が見てまだまだ足らんところがあると思うし、そのプロで通用するとか、誰よりも上手いとか今試合に出てとかっていうことは私は感じません、まだまだね。ですから末永く皆さんに応援していただきたいなと、見守っていただきたいなと思うんですけれども、この話をしたのは理由があって、アマチュアの人たちもやっぱ上手くないタイプです、うん、でもアマチュアの人たちには楽しく上手くなってもらいたい、うん、うん、まあお仕事もありいろんなこともありながら趣味でやっぱりゴルフをやる、うん、我々も苦しいながらやってますけれども、何か分かった時は楽しいわけですよね。でこれをその結果につなげなあかんなと思うからプロスポーツを目指すというのは難しいんですけれども、これがアマチュアの人だったらね、自分のプレーよし来週のプレーに生かそうかとかめっちゃ楽しいわけですよ。で苦しいけど楽しいというね、ゴルフならではの楽しさをね、これまた山本道場ゴルフ TV だからこそ
伝えられないかと思って私考えたんです。はいはい、これね、私今めちゃ苦しいことあります。はい、ね、でこれほんまにマジでよく命がけでとか命かけてやるでとか言うじゃないですか、はい、私今ほんまに命かけてますから。確かに、はい、そこで今ね、この間ちょっと見てもらった通りクラブ一つ握れんのですよ、うん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 、重たくて、しかもいつきのカーボンのクラブ、うん、もうショックで、うん、でもゴルフクラブ持った人って多分まあここまで筋力がないにしてもこんな感じだと思うんですよ、うん、だから私がそれをやっていこうと、うん、どういう練習をしたらほんまに初心者、うんうん、ほんまに力のない人がどういう練習をしていったらどうなるのかっていうのをやります、うんうんうんね、でこれもうほんまに続く限りやります。なので冒頭になります、はい、私つい半年前に、はい、年度が変わるぐらいに、はい、いやもうそろそろ年いった人間は引退をして、ね、この若い2人に山本道場ゴルフ TV を任せていってみたいなことを言ってましたけども、撤回します。ずっとやります。メンバーシップもずっとやります、うん、この動画もずっとやります。レッスンもずっとやります。命の続く限りずっとやります。引退しません。お、引退するときはもうマジで死ぬときです。じゃあそのときにこれ流すわ。 ありがとうお前炎上やろ今炎上や。めっちゃシャレがないんだろ。だからこれからの山本道場ゴルフ TV のほんまに動画のコンセプトは命がけの動画、命かけの。ほんであなたたちもそのまあいわゆる自分の人生とかね、ゴルフにグッとかける、まあ命をかけるぐらいのつもりでね、ここは頑張る、はい、私もレッスンは命かけて頑張るということでやる動画でした、はい、でね、どういうふうにやっていくかというと、もうこれはもう一般動画ではほんまに先ほども言いました通りどういう練習をしたらいいか、もうこれはもう私が皆さんの前でこういう練習をしていますということを説明をやっていきます。これで多分ゴルフに分かってもらえると思います、はい、で、メンバーシップ、これはねもう大変恥ずかしいですが、私のほんまにうまくいかない練習風景全部見てもらいますね。どんだけ苦労してるか、これをもうありのまま見ていただいて、で同情生特待生の皆さんにはちょっと応援していただきたいなと思います。でこれは、今頑張って撮ってる同情生と特待生のカリキュラムとは別にもうそのままね、ありのままを見ていただいていきたいと思います。そして何をやってるかはちゃんと一般のねこのチャンネルでも やって説明してね、まあ、一般の動画でねいやいやお前のそんなのたくってるうまいこといけへんね、悩んだんですよ。でもやっぱね、悪い動画を見るとねやっぱね変なイメージがつくそんなことないと思う。だからちょっと一般にはちょっと恥ずかしいし、でもちょっと同情生の皆さんにはもうありのままをね見ていただきたいなということで、はい、やっていきたいと思います。でね、もう長いこと凍結してる山本誠二チャンネルとかがあるんですよ、はい、あれゴルフに関係なく、まあ、
今こうなってしまってどういうことを考えて治療に立ち向かってるのか、うん、病気に立ち向かってるのか、もう変な話死ぬこと怖くないんかとか、うん、ね、ちょっと今までの人生どうだったのかとか、まあ失敗ばっかりなんですけど、なんかそういうことを、ただ単に喋って、でまあ反面教師なり、ね、人の振り見て我が振り直せみたいな感じで、なるほどねという形で、参考にしてもらえたらなみたいな、ことで再指導したいと思います。はい。これもね、見ていただくだけで応援になりますんで、うん、チャンネル登録言えた今。言えましたよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますということで。はい。じゃあ最後のあなたたち、これなんかないですか。ちなみに、うん、一応山本姉妹チャンネルっていう方もあるので、お前らあるので、よかったら何個かも面白いの上がってるんで、ああそちらの方もチェックしてください。え、今宣伝え、じゃないんですか。え、もう一個あるよね。もう一個なの。もう一個ある、ね、もう一個って、一応私たちは、今まではアマチュアで、試合とかも出てたんですけれども、ね、この度、一旦というか一応外そうと思います。いわゆるアマチュア資格を放棄して、はいはい、ミニツアーとか、はい、まあ、いわゆるいろんなゴルフのツアー普通には出れませんけれども、はいうんはい、ミニツアーとかに出て、はい、まあ賞金を稼いでいくと、はい、そうですね、経験積んで、まあ賞金というよりかは経験積んで、そういう、うん、そういうのも経験してテスト受けて、まあ受かってっていう風にしていけたらなって、まあ、ね、ちょっと名残惜しい試合はありますけれども、アマチュアで結果出せなかったというね、うん、はい、でもでずっとそのアマチュアでってやるよりかは今なんかこうもうちょっと自分でじゃあエントリーしてみて、でどれぐらい自分が取れてとかっていうのを経験する方が、もっと私たちはそのゴルファーとして楽しく、こうその良さを知れるんじゃないかなと思って、それをそのまま山本姉妹チャンネルの方がそうですね、だからブチ切れてる帰り道に静かでブチ切れてるって写真動画が姉妹で流れる可能性も、取れたら取れたでの、それまた報告できたらいいし、はい、じゃあ新たに、わかりました、山本道場ゴルフ TV 関係全部、はい、もう真剣に、はい、死に物狂いで、はい、命をかけてやるということ、はい、だから私もね、もうこんなね、ええ格好してられません、はい、それは何かというと帽子、はい、ね、もうこれ今もうこんなに変わってへんやん、あ、そうなん、そう、肝心な後ろやから見えてないのよ、何もほんま少なくなってるんですけど、うん、お前見るな、もうありのままをさらけ出してありのままってこういうことちゃうからな、でも、あ、そうですか、お指さすな、多分やけどこんなにって言った時におおいっぱい生えてるって思ってると思う、それはそう、びっくりしてると思う、ちょっと作戦バレた、うん、はい、ということで、あ、そう、そうそうそう、はい、作戦ということで、山本道場ゴルフ TV、引き続き A さんに命がけで頑張っていきたいと思います、はい、それじゃ明日からの動画も私ら出演してますし、毎日更新を目指して、頑張ってやっていきたいと思いますので、改めて引き続き応援の方よろしくお願いしま す。それでは、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お